人類の需要は供給を超えていた。そのため宇宙へと進出した。新たな領域は新たな始まりとなる。だが遠く離れるほど故郷とのつながりは薄れていった。新たなルール、新たな野心、新たな敵。セトルメントディフェンスフロントは軍隊を作り、暴力で地球との関係を断った。奴らは革命家ではない。絶対的なパワーを求め、コロニーを襲い、物資を奪い、その領域を力で支配する。奴らの艦隊は我々の生存に欠かせない資源の輸送を阻止している。地球生まれを根絶やしにするため、今や SDF は軍事機構と化し、軍が全てを統制する。指導者がその力を束ねれば、侵略が始まり、我々の故郷を奪いに来るだろう。こちらスカーワン、任務に備えている。了解。我々の兵器工場が SDF に攻撃されている。コードネームライアとして知られる敵の作戦行動の一環と考えられる。連中の狙いは試作兵器。君たちの任務は SDF が兵器を見つける前に回収し、施設を焼き払うことだ。了解、ウォーロード。任務を開始する。1分だ。味方は？施設の様子は不明。兵器を入手後、焼き払うぞ。装備のチェックを。 OMA システムオンライン。光線規定は？動く者は撃て。いけるぞ。10秒だ。ゴー。グリーンライトだ、スカワ。グリーンライト命令しろ。ゴーゴーゴー。表面温度は300以下。行くぞ。リーパー、スカーは着陸した。了解。ワンワン、垂直降下で潜入を。そちらの位置の北だ。了解、移動する。下にターゲット2つ。ブーストで降下。やつらを片付けろ。サイプス、先導しろ。ワンワンからリーパーへ。セットデフのガンナーがいる。兵士を発見した。了解、伝達する。アウト。奴らより先に兵器へ向かおう。倒した。侵入口は正面、30メートル。リーパー、侵入口に近づいている。通知する。強固な SDF 部隊に遭遇した。その下に熱源を感知した。油断するな。回帰しろ。屋上に見張りがいる。ウルフ、一人やれ。残りは任せろ。ゴー。進め。ギャップに気をつけろ。処刑してやがる。 SDF が欲しいのは兵器、それじゃない。ターゲット複数。シーカーを使う。了解。エリアに敵を確認。右クリア。散開しろ。我々の兵器は武器庫内にある。500メートル先だ。
接近戦だ。スコープをチェックしろ。爆破を聞かれたのだろう。そう考えるべきだ。丁重におもてなししてやろう。 UNSA セキュリティを認証しました。ユーロパ研究開発所へ。反重力グレネードを投げろ。了解。何なんだ。敵を倒した。移動する。リーパー、現在研究所内、武器庫に向かう。了解。通知する。すぐに SDF が入ってくる。オペレーションライヤーを阻止するんだ。兵器を確保したら、俺が自爆シーケンスを起動する。了解。コンタクト。派手に行け。進み続けろ。警戒しろ。まだ安全じゃない。始末しろ。ターゲットタウン。ワンワン、こちらは燃料が切れそうだ。そちらの状況は。ターゲットを目指している。脱出まで6分だ。あと兵器は向こう側だ。奴らを叩きのめそう。サイプス、殺せ。ワルツイヤ。大当たりだ。施設を発見した。リーパー、武器庫内に入った。兵器の確保に移る。了解。ワンワン、兵器は保管室内。そちらが兵器を抑え次第、自爆シーケンスを開始する。起動しろ、サイプス。そいつが必要になる。同じ技術を使ったコンパクトモデルだ。オペレーションライヤーの狙いはこれだったのか。リーパー、兵器を確保。自爆命令の確認を。ラジャー、自爆シーケンスを始める。ラジャー、ワンワン、通知する。セットデブの歩兵50人以上がボットを伴い接近している。すぐにそこを出ろ。了解、移動する。ランデブーまで5分。時間がない、行くぞ。攻撃しろ。
が苦しい。そっちに行く。起こせ、こいつに酸素。一息つくんだな。何人で来たんだ。我々で全員だ。撃ち落としたエアシップはどうなった。仲間に治療を。仲間の心配をしてるのか。無駄にする。